おはようございまーす。ティエット、申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。朗報です。ソラブーさんいらっしゃるじゃないですか。僕とね、アンダー20の対戦でコラボしたりとか、ね、結構友好的な方なんですけど、まあ、ソラブさんチャンネル概要欄に貼っておきます。はい。その方がですね、20歳を迎えました。大人の仲間入り。おぉ、めでてぇ。本当にめでてぇのかはわかんないけど。いや、いるじゃん。20歳迎えた、やったーっていう人とさ、あー、20歳迎えちゃったのかーって。で、ちょっとテンション低い人ね。僕はその後世に当たるんですけど。というわけでね、今回はですね、2パートに分けてね、ちょっと、ソロブーさんの特集会をやりたいなと思っております。行ってみよう！今回の職業は魔法使いです。今回は、ちょっとガチるので、おしゃれ着もちょっとつけてきました。よろしくお願いします。そしてお供のモンスター、なんだろうと考えたときに、この2体が真っ先に浮かんできましたね。真っ先に浮かんできましたよ。シャドウさんとベレス。うん。なんか何者かの影がね、ちょっと後ろに見えますね。さあ、二十歳になったソラブーさんへ捧ぐね、モンバとお届けしていきたいと思います。ただですね、私の更新頻度ですと、これをあげる頃には二十歳なんでもう遠の昔に過ぎている頃なのではないかと危惧しております。更新頻度がカメなのよ。さあ、問題は、おしゃれ着も今回つけたんですけども、マホトーン！あー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 もうひでえな、こりゃ。よりによって呪文を選択した2体がさ、呪文引っかかるっつうのはちょっとね、もうなんとも言えないね。もうひどいね、君。ああ。さあ、というわけで、戸惑い攻撃になります。行くぜー！はい！普通に殴ることになっちゃったじゃねえかよ。さあ、威力の杖、魔力が宿る、フルストライク、よいしょー、うーわ、ついよー。さあ、戸惑い攻撃、その2、よいしょー。もう、魔法トーンなんてそんな厄介なことしないでちょうだい。本当に。やめて。そう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 。それでいいのよ。それでいいのよ。はるかんちゃん、それでいいのよ。で、フールストライクはやっぱ強いんだ、何かと。マルグ宿る、フールストライク、よいしょー、これ合体召喚せずに終わるな。あ、甘い気や。片方寝ちゃったらやばいな。片方どころか主人公寝たわ。行動済みだわ。さあ、魔法使いと組んだことで、ね、第3の技がね、解禁されました。行きましょう。氷結の呪文、シャダルコ、行くぜ。はい。なかなかのダメージ。250ぐらいか。これでベネスが止まると合体召喚します。誰も刺さらなかったようです。さあ、ベネス、行こう。ぐる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 、はい、ちょっと、うわ、ついよ。ベース2のお前。ベネスがね、魔法使いと組むことで、デインを使えるようになるのが本当にでかい。まあね、神谷呪文の強さはね、まあいろんな動画を見ていただけたらわかると思うんですけど、神谷呪文は本当にこのゲームで強いからね。で、フールストライクの火力もね、おしゃれ着の子が、ダンスカーニバルか。びっくりしたな。もう分かった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 。お前らもよく出んな、ダンスカーニバル。そういやな、動画でな。祝ってくれてんだよ、これきっと。これ祝ってんだよ、きっと。ソロさん、二十歳おめでとう。ソロさん、二十歳おめでとう。さあ、君に捧げますって。捧げてんだろうな。さあ、こちらも切り返しましょう。デイン、鎌をくるくるさせて、はい、よいしょ、ドン。いいねー、強い強い。さあ、鹿力はこいつだ。マイクの杖に、いや、フールストライク、はいしょー、いいねー。
これワンチャン行きにいいか、もう。向こうみんな打撃隊でそんなないでしょ。ダークインパクト、よいしょ、オッケー、700。じゃあ任せます。召喚合体モンスター召喚。もうここまで来たら皆さんならお分かりでしょう。サラブーさんといえばそう、デーモンキングということですよ。ジャークルラッシュシャッサークレツデスラッシュ、よいしょ。まあ、見えてた流れだな。お、続くぜこの動画。相性悪そうだな。さあ、邪神官ということでハーゴンの登場です。ソラブーさんの誕生日を祝う魔王はまずハーゴンです。確かに祝ってそうな見た目しとんな。両手広げて両手広げてさ、おめでとうって言いたげなね立ち方をしているわ。立ち方がもう、ああ失礼してた。おお、ナイスガード。さあ、とりあえずとどめを打ちます。で、つばぜり合いをしたいとこではあるんだけどな。ダークインパクトはね、どうしても効き目が悪い。お前はデインでいい。どっちやろうとデインでいい。おらよ。さあ、主人公はフルスタイクで、行こう。魔力が宿るフルストライク、あ、よいしょ、オッケー、352。さあ、とどめ打ちますが、ちょっとね、敵のオーブがちょっと不安ではあるな。残り600程度か。指導にね、このオーブが引き継がれるってなると、あやかし抜きは都合が悪い。混乱する。おー、誰も混乱しなかった。自覚の塊か。つばぜりしたいんだよな。ちょっと攻撃手加減して、つばぜり合いに持っていくしかねえか。いけ、トップ、うん、よし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 。これで手加減しつつ攻撃すれば。手加減で一戦、はい、外れた。まあまあまあいいでしょう。これ外れるのは別に予定調和みたいなところありますからね。で、あの次のターンにね、つばぜり合い仕掛けます。いいね、いい余計、いい余計入ってるよ。まあ、ここでね、なんかね、無駄に返し出さないでね、君。いくぞ、ダークインパクト。普通に、よし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 、ナチュラルにやってくれれば大丈夫。よし、挑戦します。このオーブはさすがに指導に持ち越したらやばい。いくらなんでもやばすぎる。よし、じゃあ行きますか。負けるわけにいかないね。でも、勇気の分母的にきついか。よし、勝ったー。でかい、これでかいなー。あれだけあったオーブを枯らしたんだからでかいよ。よし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 、とてもよし。よし、一安心や。5で残ったわ。よし、とどめだ。カマン振り回して、はい、でいい、よいしょ、オッケー。よし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 、最高の状態で大魔王に持ってきたね。これはいいね、絵面が取れそうですよ、ちょっと。さあ、やってまいりました。相手はちゃんと期待を裏切らず治療できましたね。エスタークとかドリアムが来ることはなかったです。来た、破壊神指導、赤目じゃねえか。期待は赤目で祝福しに来たってことな。やばそう、これ相性悪いな。何がきついかって、こっち魔法使いチームなんですよ。で、こっち魔法使いチームなんで、で、指導の賢さって400ちょっとあるんですよ。なので、ダメージが出ません、多分。お、いいね、突風で会心出していく。突風で会心出すか。ドルモン来たよ。まあ、お前ら悪魔だから大丈夫だろう。お前ら悪魔だもんな。おー、まあまあ抑えた方か。うん、パスチームに比べれば。パスチームいつもドルモンで飛んでくからな。
弱点を取ってる。どうだ。はい。200ぐー。弱点を取ってんだけどなー。電位を取られた。はい、よいしょ。179。信じられんわ。フールストライクもあれだしなぁ。フールストライクも多分出ないでしょ？ソウルイーターで。ソウルイーターの方が一応出るのか。どっちも低火力か。いや、相手が悪いな、ちょっと。フールストライク？はい、よいしょ！よいしょ！ 247！ なんとか。なんとかいい火力出てるな。ダークインパクトで、よいしょ！火力が足らない。火力が絶妙に足らん。お、波動は OK。ここの波動は OK。でもこっちはね、実績ありますよ。言うて実績はありますから。ね、すべてパスで、SP カードも使わず、指導を討伐したっていう実績があるんで、僕には。それをね、今回も証明していこうと思います。叫びね。あー、主人公が、主火力なんだよな、主人公は。主人公がな、それだとな。ちょっと都合が悪いね。ダメージが足んないね。とりあえず、つばぜり合いします。ここ、つばぜり合いだね。負けられないつばぜり合いが今ここにあるわ。さすがに。これ負けたらドルもドーンって終了するからな。行こう。捧げるぞ。うおーいや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 、勝ちゃいいんだろ。勝ちゃいいんだよ。負けてしまいましたさあ、ブイゴ。誕生日おめでとうと言わんばかりにジオデインが降り注ぎました。つばぜり合いがでワンチャンあったって。何してるだ。あ、もったいない。あのゲージはないわ。あのゲージは。さすがにあのままじゃ終われないね。終われない。なんでね、ちょっとさらにね、難易度を上げてね、挑戦していきたいと思います。まあもう背景をさせてでしょう。ダークドレアムですよ、やっぱ。ダークドレアムを白目赤目下して、このチームが、おお、すげえってことを証明してみせます。行くぞさすがに指導より呪文の通りがいいんで、削りは問題ないはずなんですよね。シャタルコデインがまあ賢さ255なんで、ダークドレアムって。まあ、ただ、弱点をつけてるわけではないから、200弱ぐらいかな、出ても。はい、デイン、よいしょ！あー、200弱だね。本当に200弱だわ。さあ、ここ一旦目、おたけびから入ってくる主人公かな。主人公だな。避けないな。まあまあまあ、止まってないなら大丈夫だ。さあ、行こう。フールストライク！あー、よいしょ！よいしょ！オッケー、326はでかい。いいダメージ出んなぁ。シャダルコも、まあ、そこそこ出ないか。これも200弱ってことやんな。だな。じゃあ、会心でやっていくか。じゃあ、会心でやってった方がいいか。あ、ベレスはどうしようもないけど。ベレスは会心出せないけど。ソウルイーターの火力がゴミすぎるから。まあ、デインで行くしかないわな。よし、シャゴスターン。ダークイバンクトラ。よいしょ。202、あんまり変わらへんな、お前ら。お、横は2体、あんま変わらへんねん。避けろ！うわ、避けない。そうか、避けるモンスターたちじゃないというか。うわ、501！ 痛え！やべえな、痛えな。割としっかり痛えぞ。敵の攻撃は割と痛い。横2体も打撃耐性持ってるわけじゃねえからな。魔法使いが間違ってんのか？ちょっと外すのはダメ！つばぜり合いに勝ちます。これ勝たないとダメだな。うおー、さっきよりちょっと上がった。いけます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 。
勝ちます。メンタルで勝つ。おー、見ててくれスワンバさん、俺のメンタルの強さを振りまけました。何、なんかあれか、あれか、これはあれか、捧げ物か。てかボーダー全然足りてない。4343ってやばい、頑張れ。おめでとう誕生日、20歳おめでとう。ダークドレモンキックでお祝いしてくれました。いや、しまらねえ動画になってんな、なんだこれ。